優生植民説運の十座。編集長、ではもう他に伺っていくことはございませんね。まあそんなところだね。とにかく相手は学会でも特に有名な変わり者なんだから、君の美貌と例のサービス等を武器として何とか記事にしてきてもらいたい。その成績によっては君の常々欲しいと言っておったロードスターを買ってやらんものでもない。あら、きっとお約束しましたわ。ロードスターを買ってくだされば、あの人との結婚式を半年も早めることができるんですの。まあ、嬉しい。嬉しがるのは後にして、一刻も早くぶつかってきたまえ。はい、円卓台が50銭。ゴーゴンゾラ博士の研究室は何階ですの？第38階。そこまでやってちょうだい。はい、上へ上がります。ご用の回数を早くおっしゃってくださいまし。2階ご用の方はございませんか？化粧品、靴、カバン、ネクタイございます。3階、木綿類ございます。お織ございませんか？次は4階、絹織物、名線、羽二重ございます。5階、食堂でございます。6階、7階、あとは終点まで休校でございます。途中、お降りの方はお乗り換えを願います。ありませんか？では、38階でございます。どなたもこれまででございます。お忘れ物のないように、毎度ありがとうございまあ、ここは屋上？博士の研究室なんてありゃしないわ。あら、あそこにネームプレートが下がっている。まるでエッフェル塔のてっぺんにコウノトリが巣をかけたようね。では、下界で待っているあの人のために、第2話ロードスターのために、第3話原稿料のために、第4話編集長のために、勇気を出してこの鉄はしごに捕まって登りましょう。誰もはしごの下にたかりやしないでしょうね。えっさ、えっさ、えっさら、えっさ。カンカンとノックの音。ゴーゴンゾラ博士？ゴーゴンゾラ博士ったらさ、ご返事なさらないと、ベンチで高圧電源線を切ってしまいますよ。ありゃ、りゃ、りゃ、りゃ。これ、乱暴なことをするのはどこのドイツじゃ？博士ね、ここに紹介状を持ってまいりましたわ。おー、なんとあなたは美女であることよ。紹介状なんか見なくともよろしい。さあ、早く入った、入った。おやおや、私の一途がそれほど偉大なる攻撃力があるとは、今の今まで知らなかった。では、ごめん遊ばせ。まあ、先生の研究室のこの異様なる感覚はどうでしょう。まるでユークリッドの立体気化室を培養し、それにクロムメッキをかぶせたようですわ。先生、宇宙はユークリッドで解けるとお考えですか？近ければ解け、遠ければ解けぬさ。先生のご近業は一体どのくらい遠くまでを問題になさっています？近業とは？わかっているじゃありませんの。言うだけ野暮の。優生植民説。はは、そんなことで気なすったか。だが、優生植民には各べからざる必要条件が一つあるのをご存知かな？存じませんわ、先生。それはどんなことですの？いや、だんだんと分かってくることじゃろう。それでは、そのことは後回しとして、先生、優生植民説の生まれた理由は？とかく浮世は狭いもの。それじゃ。満州国があっても狭いとおっしゃるの？人間の数が増えて、この地球の上には乗り切らないのも一つじゃ。だが、それだけではない。人間の漂白性じゃ。人間の猟奇趣味じゃ。満員電車をやめて、2、3台後の空いた車に乗りたいと思う心じゃ。わかるかな？それが人間を地球以外の優生植民を計画させる。まあ、必要よりも欲望で優生植民が行われるとおっしゃるのね。そうじゃ。能力さえあるなら人間はどんな欲望でも遂げたい。
すべての達せられる程度の欲望が達せられると、この上は能力をまず開拓して、それによって次なる新しい欲望を狙う。欲望のなくなることはない。科学はオールマイティーにして、同時にオールマイティーではない。もっと明瞭に言うと、科学はレラティブリーにオールマイティーであるが、アブソリュートリーにオールマイティーではない。初等数学で表すと、オールマイティーじゃと言って誤りでない。どうも、私には哲学がわかりませんのよ。高等数学だからわからんのじゃよ。そんなことより、有性食品の実際はどうするんです？いろんな方法があって、いちいち述べきれないが、素人に分かりよい方法を三つ四つ数えてみよう。まず、大月様を征服することじゃ。まあ。ロケットという砲弾みたいな形のべらぼうに速い航空機にテレビジョン送影装置を積んで月の周囲を盛んに飛行させ、月の表面の様子を地球の上のテレビジョン受影機に移して地理を研究する。これは月以外のどの遊星へ植民するときも同じ手じゃ。偵察飛行みたいだわ。そうして上陸地点を決定し、また上陸後はどのような方法で地球の人間が衣食住をすべきかを計画する。計画ができたら地球の上から人間がロケットに乗って飛び出し、かねて探しておいた地点に上陸する。ずいぶん日数がかかるでしょうね。まあ一週間で行けるようになる。それからどうなりますの？第一に大切なことはエネルギーを得ることだ。これは太陽から来る輻射熱を捕まえて発電所を作る。そのエネルギーで温めたり明るくしたり物を製造したりする。だんだんと品物は大きくなり、やがて月世界はこの大発電所だらけになって暖かくなり、水蒸気も水もでき、空気も地表に漂い始めるだろうし、果ては地球と全く同じ状態になる。なるほど。うまくいきそうですのね。地球が古くなると、もっと太陽に近い他の遊星、例えば金星などへ移住を開始する。場合によると、この地球も金星のそばへ一緒に持って行ってもいい。そんなことができますの？できるとも。引力、打ち消し機を完成すればよい。ピエゾ水晶板を使って、これの小さいのができる今日だから、明日にも大きいのができて、地球自由航路が開けるかもしれない。地球自由航路って何ですの？地球自由航路というのは地球が同じオービットに従って太陽の周囲を公転しなくてもいいことになるのだ。地球は宇宙のうちならどこへでもちょうど円卓を操るように思うところへ動いて行けるようになるだろう。まあ。その途中で地球に愛想を尽かした奴は近づく他の遊星へどんどん移住していく。他の遊星にまた人間がいて食いつきやしませんか？一応それは心配だ。だが我が輩の説によるとまず大丈夫と思う。第一に地球へ他の遊星から来る電磁波を10年この方世界の学者が研究しているが、その中には符号らしいものが一つも発見せられない。これは地球がどこからも呼びかけられていない証明になる。しかるに我が地球からは今日すでにヘビサイド・ケネリーの電離層を透過して宇宙の奥深く撒き散らしている符号は日々非常に多い。短波のあるもの、それから超短波、ごく超短波の通信は地球内を目的としているが地球外へも漏れている。これから考えても地球の人類が一番高等な生物だということがわかる。私にもわかりますわ。第二は地球の人類が他の有性の生物から攻められたことがない点だ。人間の頭は今日、もし他の遊星行くんだったら、その生物を殺すつもりでいる。だのに地球の人間の方は、まだ他の遊星から攻められたことがない。これから見ても、この宇宙には我々人間以上に発達した生物がいないことが知れる。人間は広い意味において万物の霊長だと言えるのじゃ。まあ、先生はなんて偉い方なんでしょう。よいかな、お嬢さん。今は大丈夫だ。しかし、今から2万年くらい経った後では、果たして人間が宇宙において汚職を張り通すかどうかは疑問なのじゃ。
その頃には優秀な生物がどこかの優勢の上にできて、本格的に地球征服を実行するかもしれない。困ったわね。そうなれば世界戦争なんてなくなるだろう。何しろ他の優勢からの攻撃を撃退しなければならなくなるのでね。だから人類は今からよろしく有望な他の優勢植民しておくのが良い。そしていざという時には便利な空間から敵を撃退する。とにかく大宇宙が人間の手で公園のようになるのは案外早いよ。20万年も経てばいいだろうか。だがここで1日でも早くこの事業に手をつけると、後に行っては1000年や2000年は早く目的を達することができる。手をつけるってどうするんですの？今でも全世界で優勢飛ばすロケットを考えている学者が15人。本当にロケットを建造したものが2人ある。まあ、もうそんなに進んでいるのですか？驚いた、私。そんなロケットに乗ってみたいとは思わないかね？思いますわ、先生。そうかい。では、この窓から外を覗いてごらん。あら、先生、パノラマが見えますわ。宇宙の一角からフットボールくらいの大きさに地球を見たところが。よくごらん。その地球はみるみる小さくなっていく。ああ、恐ろしいこと。ああ、私は気持ちが変になった。耳を澄ましてごらん。エンジンの音が聞こえるだろう。ロケットの機尾からガスを出している音もするだろう。では、もしや。ロケットは地球を離れること95万キロメートル。先生、冗談はよして。元の地球へ返してください。わしは君のような若くて美しい女性がこの部屋に入ってくるのを待っていた。先生、私には言い名付けが。わしのロケットは、あの第38階で、すべての出発準備を整えていたのだ。ただ欠けていたのは、優勢植民に大事な一対の男女。男はこのわし、その相手の女さえ来てくれると、それで準備は完了したのだ。さあ、オリオン星座付近で新しい優勢を見つけて降下しよう。そこでお前は幾人もの子を産むのだ。今は寂しいが、もう20万年も経てば、地球ぐらいには賑やかになるよ。おー、なんと愉快な旅ではないか。あの人、編集長め。そして、ああ、地球よ。